皆さんどうもこんばんは。今14連勝ですね。史上最難関と謳われるバトルフロンティアのバトルファクトリー挑戦中であります。ここで金のシンボルを獲得するとめちゃくちゃ誇っていいらしいんですけど、今んとこそんなに難しいという印象は受けてない。あ、ちょっと変なの出てきた。すいませんね。ポップアップが出てきた。さあ、どれにしようかな。一匹ずつ見ていきましょう。強さを見る。気合のハチマキ。あ、タイプ1自身強いな、マジ。オーバーヒート。選べるポケモンがどれも強くなってきましたね。あのね、抜け人とか、あとは、ゴーストタイプのポケモンを倒せるように、そっち系の技はね、覚えてるポケモンは必ず採用した方がいいです。早いポケモンでもいいよな。OK。じゃあまず、ユンゲラをレンタル。で、あとタイプ1自身はやっぱり強い。あと、今まで覚えてるから、抜け人対策にもなる。あと1点悩むな。コーダスのオーバーヒートでも刺されば相当強いよな。レンタルする。この3体でいきましょう。ユンゲラ、ゴローン、コーダス。特殊アタッカー2体と物理1体。3周目やっていきます。よろしくお願いします。達人の信明さん、レアコイル。まあ相手メザ草とかさすがに持ってるわけないですよね。バトルファクトリーちょっとまだ環境がつかめておりませんからね。特防がガクッと下がる。地震。雨声で雷を打ってくるつもりか。だが、地面鋼に、間違えた。鋼電気に地面4倍です。まず一撃で倒していく。ゴローン、特防が2段階下がっております。マジ注意。ここだよな。相手の方が早いし、雨降ってるもんな。やば。ユンゲラ一撃でやられちゃうでしょ、これ相手の竹登りみたいなやつで。ここでユンゲラが電磁波を与えて、ゴローンが、そうか。ってことは、ここまずユンゲラーに入れ替える。で、相手の水技をちょっとこれ耐えてくれ。頼むから。耐えら、地震か。地震ならあれでも耐えられたな、さっきのゴローンでも。マジか。ちょっと俺わけわかんねえな。ここでまず電磁波を打ち込むと、え、なんで早いの、はあ、意味わからん。え、先生の爪ユンゲラより早いってことないですよね。くそー、ただユンゲラを失っただけじゃないか、これ。地震、効果抜群だよ。うわぁ、これタイプ1だからこれ落とせるんじゃないかな。無理かな。よし、急所。無駄急所かどうかは微妙。相手ラス1ですね。タイプ相性だー。やばい。
いや、さっきのさ、ユンゲラが上取られたのって多分先生の爪ですよね。サメ肌って特性サメ肌だし。あそこで電磁波打ち込まれてたらゴロン。気合の鉢巻き発動しろよ。え、なんで今相手波乗りとかなんか水技打ってこなかったの。雨降りやんだ。てか相手の頭は硬すぎるだろう。地震角出れろかわす。あ、頑丈か。相手は水技覚えてないのかな。覚えてないのかな。お願いします。眠る。あー、覚えてないんですかね。しかも加護の実とかも思ってないのか。型が謎すぎるな。うん、なんだこのアズマをマジで。よし、これとどめですかね。寝言、何来る。メガホン、やばい、これワンチャン耐えない。ふっくぅ、うわ、今の、眠るとか、角取れるとかだったらよかったのに。いや、これ相手起きちゃうでしょ、このターンの終わりに。あー、オーバーヒート、起きて、寝言意味ない。オーバーヒート半減だが、威力は高い。倒せる、倒せない。マジかよ。相手眠ってくるのかな。仕掛かり。メガホンは半減だよ。やれ。はい。何この一戦マジで。相手の東王の型が意味不明型だったおかげで勝てたわ。じっくりじわじわ。相手のポケモン忘れたな。コーダスでもちょっと使いづらいかもな。これなんかいたっけな。レアコイル。サメ肌、東王。ちょっとレアコイルと変えるか。70族ですもんね。レアコイルと変えます。柔らかくて速くて特攻が高いユンゲラーを初手に出して、後ろには硬くて遅い。あ、ゴローンとあれがいますね。これ受け流したいですね、相手の炎技をね。初代対決、お互い一進化ポケモン、いいですね。相手の能力が一段階上がるのが怖いよ。よし、地震。火炎放射は効果今一つですが、ゴローン特防が低いのがネックであります。やけどにならない。 OK。 タイプ1、威力100、効果抜群。リザード、人はたまりもありません。パルシアンか。まあこれだから、さっき変えたレアコイル使えそうですよね。ゴローンとさっきのコータスね、弱点の水がね、重複してるのがね、サメ肌の一戦でもそうですけど、ちょっと使いづらかったので、変えましたね。さあ、レアコイル、電気タイプの技覚えてるよね。確認すればよかったな。パルシアンとどっちが早いんだ？どっちが早いんだ、本当に。電磁波まず打ち込むか。電磁波。俺の方が早いんだね。ダイビングがレアコイルを襲う。まずこれで電磁波を打ち込み。影分身。だが、雨状態での雷は、相手の回避率、命中率関係なく必中なんですよね。雨乞い。
まず雨を降らし、周りをよく濡らし、相手の掛け分子マジ意味ない。雨降りしきる中で雷必中とお前知らないだろう。にわかが、おあ相手の方が一枚上手でしたね。雨のターンが一旦減ってしまう。はい、雷は必中だよ。いいですね、技エフェクトかっこよすぎ。いいですね。はい、アイトラスイッチ。シーソー、戦いづらいな。まあでもせっかく雨降ってますからね、このままいきますか。雷、麻痺、半減でもこの威力、そして麻痺強い。宿り木の種、食らわせられるうちに食らしとくか。うわ、でも相手の回復が思ってるより早いな。ちょっとユンゲラーに変えて、相手の宿り木の種の回復が思ってるよりも激しいので、体がしびれて動けない。サイコキネス、うら、はい、対戦ありてました。いいで、この一戦はもう華麗な立ち回りでしたね、キャリーさん。このままいきましょう。レアコイル強かったですね、まあ、この世代では最終進化系ですからね。ジェントルマンのハシさん、オクタン、サイコクイネス2発でいけるかな。サイコクイネス2発でいけるかな。無理じゃん、マジか。ダメージレースはでも俺の方が優勢ですね。今食らったのは 63? もう一発たられるよな、これな。最後です。泥かけで命中率が下がる。次これ外しちゃうとやばいな。どうしようかな、これレアコイル、なんか他に技雷しかないのか。雷しかない、 70% か。だったらこっちの方が期待値高いのか。いやでもユンゲラ失うの痛くね。しかもでも泥かけて、でもレアコイル地味に4倍だな、やば。当てろ、うわぁ、しかもダイモンジって、お前、うわぁ、今の外したのいて、リアコイルの方が早いよな。泥掛け怖いよ。雷当たれ、よし、命中70は出ていく。今のユンゲラー、サイコクネス外したのいて、カポエラ、カポエラあれじゃん、弱点疲れてんじゃん。そうで、でもインファイトっていう技がないのは救いですね。まず電磁波、カウンターだってよ。どうしよっかな、雷連発しても当たんなさそうだよな、でもな。雨乞い打つか。で、ステミタックラック半減だよ、これな。半減だよ。で、必中状態での雷を連発していくと、おら、うぅ、
タイプ1威力120の大技です。いいですね。岩なだれもこれ半減だよ。いいですね。とどめの雷がカポエラを襲う。レアコイルやっぱ強いな。うん、シュリーン、このままいきますね。雷、おらおらおら、おい、まひ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 、ダメだ。さあ雨が降りしきるラストターンでありますね。いやレアコイルマジ強いな。うん、橋3対戦ありがとうございました。いや、オクタンちょっと強いな。でも、だからといって俺のパーリーの中で、変えるほどのポケモンはいないな。ノーマルタイプを使ってくるポケモン、ノーマルタイプがおそらく、こやつの、この人のパーリー2体以上いますね。達人のオーレンさん。クレオンか。ちょっとここうまく使いたいな。どうすりゃいいんだろう。ちょっとうまく。岩なだれ食らわした次のターンに地震を打ち込むことで効果抜群にするか。それとも電磁波食らわした後に地震で倒すか。相手の打ってくる技がちょっと分かんねえよな。まずレアコイルに変えるか。シャドーボールとか打ってくるのかな。え、何この技、マジで。ってことは、特性が頑丈でしたっけ、レアコイルって。見られる？鋼タイプが逃げられなくなる。あ、俺が逃げられなくなってるってことか。マジか。マジか、こいつ。ん？だったら一撃で倒さないと。あ、あえて保護色なくなったんか。じゃあまず雨乞いで、レアコイルがだから保護色ってことだよな。あ、元に戻された。元に戻されたってことは、雷、ちょっと待って、せっかくでも今雨降ってんだよな。金属音で相手の特防をガクッと下げる。で、特防が2段階下がった隠れ音に雷を打ち込む。よし、これ多分一撃で落ちますよね。微妙かな。微妙、ダメだったか。でも隠れ音なんか知らんけど、スキルスアップしか打ってこないから。雨のターンが2ターン減ったのは痛いが、まあまずは1体ノーダメージで突破です。ベロリンがこのままいきますかね。雷、レアコイルのこの見かけによらず地味に速いところいいわ。スコ70速ですかね。メタグロスと同じですからね。よし、隠れ麻痺になるなよ、麻痺になるなよ。よし、雨が止んだな。でまだレアコイル出番があると見込んで雨乞い。
岩雪をかわし、大雨が降りしきる中、必中雷が出ていく。いや、レアコイル強すぎるな。お、レアコイル好きなんですよね。このなんかメカっぽい感じのポケモン、スコ。メタグロスとかレアコイルとか。あと、あれもスコ。あー、ちょっと待って。何言ってたら、マグマジできたわ。でも雨降ってるから、相手の炎タイプの技能力半減ですね。地味な副産物。耐えて、雷をマグマラシに当てていく。ここで麻痺を引いてくれると素早さ逆転だよ。相手の火炎放射、特性猛火がこれ発動してますからね。雷。おっと、なぜ火炎放射撃ってこない。ちょっとこういうとこわかんないな、バトルファクトリーの。なんか相手の立ち回りが独特なんだよな。なんでそうなるのっていう。オーレンさんの対戦ありがとうございました。まあこのままでいいかな。このままでいいか。はい。炎タイプを得意としている。炎タイプか。いや、このままでいいか。だんだん難易度が上がってきましたね。怪獣マニアの豪輝さん、若者も格闘技覚えてるのかな。ゴローンに変えて、相手の炎タイプの技を半減で受け止めたいな。切り裂くは小さなダメージだよ。これで実心。切り裂くは小さなダメージ。吸収に当たんなよ。吸収に当たりやすい技ですからね。しゃあない。これ一撃で落とせるかな。あ、よかった。あ、マグカルガもいいね。実心。オーバーヒートは耐えられるはず。半減ですから。よし、当たれよ。これ光の粉とかじゃないだろ。岩炎ですからね。4倍です。タイプ14倍。マグカルコ、これはもうコッパみじんでしょう。ラスト1体。わたっこ、岩なだれ、ヤドリギの種をかわし、タイプ1岩だれが綿子を襲う。効果抜群であります。おっと、とどめの。だが無意味だ。当てろ。綿子に岩なだれたらぺしゃんこになっちゃいそうですね。豪輝くん対戦されてました。6戦目、このままいくか。水タイプ得意としていて、ちょっと嫌だな、ゴローンな。ちょっとゴローン嫌だな、これな。ゴローンを手放し、水を得意としている。わたっこの技構成よ。いやー、わたっこの技こそわかんないけども、水相手にさすがにゴローンは分が悪すぎるよな。仕方ねえ。まともな攻撃技があることを願うわ。せめてメガドレインとかあってほしいな。サイキッカーの金蔵くん、よろしくお願いします。うわー、ごっついの蓋。最終進化系ですね。格闘、水格闘ですよね。最高です。これで、効果抜群？そして特防がダウンと。瓦割りはこれ効かんだろう。こんな効くの？マジか。
まずは1体を倒す。シザリガーは、あ、ちょっと待って、ワタコの技構成見たいんだった。あ、ギガドレインあるやん。シザリガーどうしようかな。ギガドレインでも強そうだね。じゃあワタッコに入れ替えて、八つ当たりか。そうくるか。水技でくると思ったな。ワタッコとか俺使うの初めてだよ。後ろ姿かわいいな。でギガドレイン、相手に与えたダメージの半分が回復します。うわ、威力低っ。マジかよ。え、マジか。くっそ、こいつ。ギガドレイン。いや、眠り罠打つ勇気ないよ。ハサミギロチンをかわしていく。危ねえ。危ねえ。ギガドレイン、ギガドレインと食べ残しで回復するワタッコ、かっけえな。さあ、八つ当てる。 OK。 ハサミギルチン怖すぎ。このシザリがでも強いな。とどめのギガドレイン、まだ PP を1残した状態で相手のラス位置に挑みます。うつどんか。まあしゃあないな。レアコイルで相手の特防をめちゃくちゃ下げたいな。ヘドル爆弾効かないよ。金属音でまず2段階下げる。意味ない。これ4段階下げる。葉っぱ型、あんなもん効かん。で、これで6段階下げる。なんかおならみたいだな、この金属音の技エフェクト。ブーみたいな。すいません。で、とどめの雷を当たんない。しらけるな。あーっと、ここで眠らされていく。おい。おっと、持ち物確認してなかったけど。ラムの実ですね。当てろよ。さあ、6段階下がっているウツゴンにタイプ1、120の大技。おい、金蔵君対戦やりました。次21戦目なんだけど、もしかしてさ、銀。申し訳ありません、少々お待ちください。ひょい、わかりました、了解です。やはは、お待たせしました。この施設の所長であるファクトリーヘッドからの伝言がありますのでお伝えします。やるぞ、今すぐ来いとのことです。ファクトリーヘッドがお呼びです。覚悟はよろしいですか。よかろう。申し訳ありませんが、ファクトリーヘッドについての情報はお教えできません。ポケモンの交換、まあ、このままでいいな。シザリが強かったな。でもな、でも変えるほど魅力的かっていうとそんなこともないな。あ、間違えた。シザリが、このままいきますかね。ユンゲルと変えてもよかったかな。ほらほら、早く来な。僕これあれなんですよ。待って、俺の名前はダツラ。一応ここの責任者でファクトリーヘッドってのをやってる。お前のバトルトレードのデータを見せてもらったぜ。まあまあいい指示してるみてえだが、まだまだ頭が勝ってえな。いいか、
知識っつうのはただ本を読んだり机に向かってるだけじゃ何にも身にはならねえんだぜ。自分の心と体で実際に体験してみねえとな。俺もおめえと同じ条件、レンタルポケモンで戦う。ありったけの知識振り絞ってかかってこいや。僕これバトルファクトリーのファーストチャレンジ、初めてのチャレンジなんですけども、銀脱落までは1回目でいきましたね。さあ対戦よろしくお願いします。モンジャラ、モンジャラ嫌な相手だな。ここでサイコキネシスで殴り合うのは、レアコイルに変え金属音を入れまくった後にユンギラーの作品にして一撃で倒すか、ドワースレで特防上げてくるか。なるほどね。まずは電磁波、しびれごな相手のかわし、金属音、うらっ、相手の特防がこれでプラマイゼロになりましたね。しびれ粉が食らってしまっていく、お互い麻痺になっていくが、レアコールラームの実を持っております。おら、相手の特防ランクマイナス2、しびれ粉がまたしてもレアコールを襲う。マイナス2、これでマイナス4、3倍のダメージが入る段階ですね。おっと、これでマイナス2に戻されていく。マイナス2に戻されて、マイナス4に戻して、くっ、マイナス2ですね。お互い譲りません。マイナス2、体がしびれて動けない、お互い動けない。マイナス4、くっ、マイナス2、なんだこの戦いは。マイナス2ですね。ふざけるな。マイナス4、くっ、なんだこれ。マイナス4、体がしびれて動けない。チャンス、待って、マイナス4じゃ、でもまずユンギラに変え、これマイナス2になったと。動き上がるな、モンジャラ。サイコキネス、のら、特防ランクマイナス2です。よし、 OK。 夜のずくか、まあ、これはレアコイルに変えて、夜のずく素早さ収束時いくつだっけな。騙し打ちはこれ小さなダメージだよ。まず電磁波を入れていく。体がしびれて動けない、マジか。サイコキネスを食らってしまっていく。動けよ、よし。一撃でいけるかな。じゃこのままいきますか。雷、素で雷当てていく。ちょっと耐えられそう。あ、オッケー。強いな、レアコール。特攻は高いですもんね。ラス1。うわ。だが、わたっこよかった、入れといて。自信を受け流し、タイプ1ギガトレイン、おっと、守るで受け流されていく。
フライ、よし、オッケー、勝ったな。いや、初回のチャレンジでさ、銀のシンボル獲得って、ちょっとすごくないですかこれ僕。すいません、なんかシンプルな自慢なんですけども。いいぜ。フロンティアパス貸しな。フロンティアパスに、ノーレッジ、お、知識シンボルですね。刻まれた。へ、面白いじゃないか。次会う時には俺もマジで行くからな。しっかり勉強しとけよ。レンタルポケモンにマジとかあるのか。バトルファクトリーへの勝利並びに7連勝達成おめでとうございます。ありがとうございます。14バトルポイント。いや、1回目のチャレンジで銀達郎倒したの、すごくね。確認するので、ちょっとまずさ、まずちょっとまずこれ見ようぜ。おお、 K の字が入ってる。 K の字が銀のシンボルを獲得。初回のチャレンジで銀脱落制覇と。マジか。え？いや、嬉しい。ご視聴ありがとうございました。